全国のアンドレの皆様、こんにちは。オスカル・フランソワ・ド・ジャルデです。今宵も麗しき YouTube の世界へ重点。皆さんこんにちは。元宝塚男役、現役アイドル、永遠の30歳、綾花マヤです。オスカルです。私の YouTube といえば宝塚メイクでございますけれども、最近はね、もっぱらこの宝塚メイクするときはこの格好、オスカルの格好をすることがとっても多いんです。でね、ちょっと9月10月と忙しい日が続きまして、毎日投稿ができなかったり、生配信も全然できなかったりしました。11月はね、少し落ち着いたかなと思って、またなるべく毎日投稿したり生配信したりしていくのを目標としております。これからもますます頑張っていきたいと思いますという思いを込めて、今日11月11日、ワン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 で犬の日だったり、プリッツの日だったり、ポッキーの日だったり、うまい棒の日だったりする、この11月11日から15日までの月曜日から金曜日までをオスカルウィークにしたいと思います。やったー。というのもね、やっぱり宝塚って言ったらベルサイユのバラで、ベルサイユのバラといえばオスカルだと思うんですけど、オスカルについてね、どういうものかって詳しく知らない方も多いと思いますし、何気なく私いろいろこうオスカルの格好してね、やったりしてるんですけど、小道具がね多かったり、装飾品、カツラとかね、こういうのに対して話したことってなかったなと思って、いろいろオスカルのね秘密とかも知ってもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひ皆さんこの5日間楽しみに見ててください。ということで、オスカルウィーク第1弾は、そもそもオスカルってなーに、そしてこのカツラについてお話ししていこうと思います。ものすごく簡単にお話しするので、いろいろ端折ってお話ししてしまうので、もし気になった方はベルサイユのバラのね漫画とか見てもらったらいいんじゃないかなと思うんですが、オスカルの元々の性別は女性です。ジャルジェ家っていうね貴族のお家に7人の女の子が生まれたんですけど、そのお父さんがどうしても息子跡取りになるね息子が欲しいということで、7人ねお子さんを産んだんですけれどね、その7人とも女性だったということで、最後の末っ子、このオスカルのことをもう男の子として育てようということで、オスカルと名付けられて男として育てられてますけれども、もともとは女性です。そしてオスカルは男の子として育てていくために、召使いというかお手伝いさんというかっていう形で、来た使いの者のマロングラッセっていうおばあちゃんがいるんですけど、その孫息子にあたる男の子、本当の男の子アンドレと一緒に剣の練習をしたり、いつも一緒にいて男らしく育っていきます。でそしてオスカルは軍隊に入隊して、貴族の方の軍隊でフランスを守るために一生懸命剣術をやっていくんですが、なんとオスカルは誰よりも強い素晴らしい剣の使いができる、そしてこのブロンドのロングヘアが美しいということで、女性のファンもいっぱいいるような男装の霊人なんです。なんでオスカルはもともと女なんですけど男装しているということで、言葉遣いもなんとかなのだとか、声も低めに行こうとか、かっこいいセリフがたくさんあるんです。アンドレ私が好きかとか、結構強めのね口調で喋るところなんかもかっこよかったりします。なのでもともと女性の男の格好をした女性なんですけど、演じるのはもともと女の男役の人が演じるという感じです。なので、
今までの歴代のトップスターのね、かっこいい男役さんがこの華麗なる男装の麗しき霊人の役をやって、もうとても人気が出た作品でございます。もともと女性ということで、心が女性らしいところとかもあったりして、美しいものが好きだったりね、このきっと髪の毛を切らない理由もそういうところにあるのかなって私は思ってて、で最終的にはアンドレと恋に落ちる、そして民衆のために民衆の方の軍隊に入って戦い、殉職して天国でアンドレと結ばれるというお話でございます。めちゃくちゃはしょりました。もうオスカルの性別以外のことについてはめちゃくちゃはしょったので、本当にあの宝塚がここまで歴史を刻むことができた、これだけ伝統をつないで、いくことができたっていうのは、ベルサイユのバラのおかげといっても過言ではないぐらい大ブームを巻き起こした作品ですので、興味がある方はぜひ見てみてください。ということで、オスカルについて少し分かっていただけたかなと思うんですけれども、あの私のねこの格好でたくさんもう今までに何件も何件もいろんな方からのコメントをいただいてきて、それでも固くなに私はこれを突き通してきているということがあるんです。それはこちら、カツラです。あのベルサイユのバラをねあまり知らない方は分からないと思うんですけど、本当のオスカルってこんな髪型じゃないんです。実はあのブロンドの髪はねこういう感じで確かにあるんですけど、あのオスカルって本当は前髪があるんですよ。なので前髪があるオスカルのカツラに変えてほしいですとか、前髪ありの方が絶対綺麗ですとか、あのたくさんご意見をいただいてるんですが、私は堅くなにこれをしています。このねカツラはアマゾンで2800円ぐらいのもので、えなんとねこれ4個目なんですよ。消耗品みたいな、なんかもうこれ結構ボロボロのカツラなんですけど、口紅がガンガン当たっちゃったりしてね、ここがピンク色に染まっちゃったり、あともうね踊ったりこう歌ったり喋ったりこう動いたりよくするとね、こうやってモワモワになっちゃって絡まっちゃうんですよ。もう結構これはね使えなくなってきてるほどボロボロのカツラになっております。ということで、私綾羽まや新しいカツラを買いました。やったー。で早速ねこちらのオスカルの新しいカツラをつけていきたいと思います。よいしょー、これカツラネットも取れちゃいそう。じゃん、カツラの中はねこうやってカツラネットをつけております。さあもうこのねボロボロ見て、これここの中とかがもう体に当たって擦れるので、すごい安いカツラなんでね、毛がねモワモワにすぐなっちゃうんでしょっちゅう買い替えております。ここに入ってます。新しいカツラはねすごく毛が綺麗です。それでは新しいカツラつけてみます。同じものを買いました。はい、全く同じものを買いました。2800円ぐらいのねアマゾンで売ってるカツラを買いましたけれども、やっぱり結局前髪がありません。なんでこれをかぶってるかっていうと、なんかちょっと偽物っぽい方が面白いなって思うのと、あとは顔が全部見えた方がすっきりするから私はこれにしているんです。もうね私はねこのスタイルが気に入ってて、もうこれでいいかなって、私はこれでやっていきたいなと思ってるんですが、あまりにもねそういった意見が多く、ただ意見を言うだけじゃとどまらずですね、なんと今回カツラをいただきました。このなんかね手作りらしいんですけど、オスカルのカツラ前髪ありを作ってみたということでね、カツラをいただきましたので、ちょっとこちらもねかぶってみようと思います。すごいよねこれ、オスカルの形に髪
髪の毛をこう作ってくださったそうで、このねピンとかはこのままでいいのかしら。ちょっと一回、あ、かぶってからちょっとピンもね外してみようかなって思うんですが、じゃあまずはいつものカツラを外して、ではねこちらのカツラかぶらせていただきます。すごいな、手作り。感じでしょうか。で、ちょっとピンを外させてもらって、うん、確かにオスカルっぽい。しかも私の2800円のカツラよりも毛質もすごく綺麗なのが分かります。おお、すごいすごい。確かにめっちゃオスカルだ、すごい。めっちゃ綺麗。おー、いいですね。そう、すっごい本物っぽくってめちゃくちゃいいんですけど、すごくいいんですけど、こっちで行かせてください。ごめんなさい、本当にね、丁寧に作っていただいたものをいただいて、ありがたいんですが、これが気に入ってる。気に入っちゃってるんですよね。もうとってもすっきりしてて、顔周りが、でなんかちょっとチープでちょっと偽物感があった方が私っぽくっていいかなって思っちゃっております。すみません、本当に綺麗なカツラを作っていただいたんですが、いろんな前髪ありのカツラをね買ってかぶってみたりもしてるんですよ、実は。なんですけど、やっぱしっくりくるのがねこれなんです。ということで、もしなんかおすすめのものとかがあれば、またちょっと変えていくかもしれませんけれども、よいしょ、またしばらくこちらの前髪ないバージョンのオスカルでやらせていただいてしまいますけれども、どうかご容赦いただけたら嬉しいなって思います。すいません、本当に、すごく綺麗なカツラなので、別の機会とかね、あとまた他でなんかちゃんとしたこう前髪ありのオスカルを見せる日がこのカツラを使って来るかもしれませんので、その時はぜひご覧いただけたらなと思います。ということで、この動画が少しでもいいと思った方はグッドボタン、いやいや、やっぱり前髪があった方がいいだろうと思う方もグッドボタン、オスカルについてちょっとでも知れたなと思った方はグッドボタン、ベルサイユのバラが大好きな方もグッドボタン、皆さんぜひグッドボタン